申し訳ありません。もうしばらくお待ちください。あ、大丈夫です。入ってしまった。 OK ですか。見えますか、皆様。今操作中だからあんまりあれですけど。よろしいですか、スタート OK ですか。まだ。こちらも。あと何分ぐらい。皆様、やっと始めることができます。はい、すいません、長々と時間取りまして、この前の、分科会がイラク戦争と劣化ウランということで非常に濃い内容だった。さらにこちらの第三分科会でもイラク戦略を語るということで非常に濃い分科会になるかと思います。本日司会を担当いたします、私細井と申します。よろしくお願いいたします。では初めに、日本国際ボランティアセンターイラク事業担当の原文次郎さんから今回 の分科会の趣旨をご説明いたします。はい、本日はたくさんの方においでいただきましてありがとうございます。今の JFC 日本国際ボランティアセンター、イラクの支援をしております、NGO のものなんですけど、そういう形でご紹介をいただきましたが、私は今日はこの実行委員会の事務局という立場でも伺っておりまして、むしろそちらの方なんですが、私ども JFC あるいはこの前の分科会で、主に活動しておられました、ジムネットあるいはノーディー広島キャンペーンはじめとしまして、いろんな NGO 団体が集まりまして、おかげさまで今日の3月20日の、イベントを迎えることができました。そこで、今日この場ではイラクからアリさん、マシハダアリさんをお迎えをして、これから1時間半ほど時間を過ごすということになります。で、多くの方がもう朝からおいでいただいた方は最初全体会でアリさんの話が聞かれていると思うんですけれども、この分科会からという方ももしかしたらおられると思うので、簡単に午前中の彼の発言なども振り返りながら今回の意義付けというのをちょっとお話したいと思います。で、これからの話の中でもたくさん出てくると思うんですけれども、やはりイラク戦争でもって、かなりの被害を受けた国が、ということでありますが、その中で、彼自身の体験ということもありますけれども、ジャーナリストに対する非常に圧力が非常に大きい、というところで、さまざまな経験を彼は、してくることになります。で、それと、現在のイラクということを考えた場合にもですね、戦争から10年後ということではありますけれども、やはり、この大きな占領とその後の問題の大きさというものがですね、未だ解決の道が見えていない、大きな問題であるということがやはり言えると思います。その中で、そういう非常に厳しい状況にあるということが一つあるわけですが、そこで、その中で、わざわざ、日本においていただいて発言をいただく、というところで、イラクと日本との関係、これを私たちも、日本の市民として考えなければいけないんですけれども、彼のお話の中では、非常に日本とイラクというのでは非常に貿易の面でも、いろんな面でも、非常に関係が深かったんですけれども、今回の、イラク戦争、これに日本が、自衛隊の派遣をはじめとしまして、いろんな形で、戦争に協力をしているということがあり、これに対してイラクの方は非常に大きな失望感を味わっていると、そんな話もありました。で、そういうことがありますが、それをありつつも、今後前向きに考えていきたいということで、特にその国と国ということよりも、人々の間で、この平和を愛する人々の間で、国を作っていきたいという、そういう建設的なアイデアも午前中の中でお話をしていただいております。そういった話がありましたけれども、この場ではもう少し彼の人となりも含めまして、さまざまなお話をもっと時間をとってご覧いただきたいと思いますので、これからの時間よろしくお願いいたします。
まあ、私からもこれぐらいにしまして、次はですね、まあ、彼をまあよく知る立場というところで、まあ、高藤直子さんからまず、ちょっと紹介をしていただいて、それから早速有さんの話に入りたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、今日はたくさんご来場いただきましてありがとうございます。イラクの支援のボランティアをしてます高藤です。今年に入って1月、お正月明けから1ヶ月ちょっと中東の方にまた戻ってまして、今回は丸々1ヶ月をイラクのファルージャ、というところで、滞在して、病院に密着ということで病院の中に滞在して、医療支援をしながら、小児心臓ケアですとか、まあ、外科ミッション、それから、先天性欠損症障害が、激増しているということで、その調査に、まあ、1ヶ月密着していろいろ調査してきました。で、その最中にも彼とアリマシュ・ハナーニーと向こうで、一緒に行動して、彼の取材している様子とか、それからいろいろそのラマディの、彼はラマディ出身なんですけども、ファルージャの隣町ですけれども、そこの病院に、彼が、私たち日本人のお医者さんと私たちの日本人グループが視察に来たことを取材しに来たりとかしました。それからもうちょっと遡りまして、初めて彼と出会ったのは2009年です。で、私がその2004年のファルージャでの事件から丸5年経った2009年の4月にファルージャに5年ぶりに戻った時に、ヨルダン・イラク国境に彼がロイター通信の記者として取材に来てまして、で、国境から取材が始まり、そこからずっと滞在中9日間、まあ、ずっと密着取材を彼がしてきたという、そういう、まあ、最初の出会いがありました。で、彼はですね、まあ、その今申し上げました通りロイター通信を主に、その契約していろんな、素材を提供したり記事を書いたりしてます。その他にも、まあ、イギリスの公共放送の BBC ですとか、ラジオとかいろんなところに提供してます。で、資料の中にですね、このハディーサの虐殺というのがあります。このアリマシュ・ハダーニの資料がお手元にいってるかと思うんですが、2ページ目のところにハディーサの虐殺というのがあります。で、これはそのどういうことかと言いますと、これは非常に詳しく書かれているので、それから最も有名な話でもの一つでもありますので、ご存知の方も多いと思います。要するに、米海兵隊が、イラク北西部にあるハディーサという町で、まあ、最初は路上爆弾があって、で、1名米兵が死んだとか、それにその戦闘があって民間人が死んだとか、そういう話で、日常よくあることの一つとして記録され、で、マスコミにも取り上げることは全くなかったんですね。なんですけれども、それを実際に撮影していた地元の人がいて、それが、まあ、人権団体を通してアメリカのタイムという、雑誌に、届くわけです。バグダッド支局に、の手に、手元に届けられるわけですね。で、アリはここでどういう役割をしたかといいますと、その、24人虐殺された中の生き残った子供とか遺族のインタビューを取ったわけですね。で、その生き残ったその子供たちが、自分の家族がどのように殺され、どのように米兵たちが入ってきたかというのを細かくこう証言をしています。で、そのことを、ま、撮った映像が、またこれが、アメリカにこう伝わっていくんですね。このことによってアメリカ国内ではもうイラクのことは若干忘れかけていた。この2005年11月の事件で、まではもう本当にもうあれじゃない の、 イラク人同士の殺し合いでしょうぐらいの、そういう雰囲気も出始めていた頃ですけれども、この事件がイラク人側の撮影によって発覚することによって、アメリカの軍隊はイラクで何をやっているのかと、我々の兵士たちは何をイラクでやっているのかと、それがすごく、なんていうかね、アメリカ国内の中で、まあ、露呈してしまった、そういう非常に重要な事件ということになっていくんですね。で、その後タイムはこの1回だけに限らず、その後今度カバーストーリーとして、この事件を取り上げていきます。で、そこで、さらに
ドキュメンタリーも、まあ、ある制作会社が作って、その中でアリが撮影した、遺族の証言とかもこうフィーチャーされていくということになってます。で、まあ、冒頭で1月2月にかけて、イラクに行ってきたというふうに申し上げましたけれども、10年経ってイラクどうなってるかと、一言でイラクはこうですってことはまず言えないです、言えないです。で、イラクの南部、それからバグダッド、それから私が行ってきたこのファルージャ、これまでも最激戦地とかいろいろ言われてきたところ、それから北部のモスル、今最も治安が悪いとか言われているところですけども、それぞれにそれぞれの治安の状況というのを抱えていて、どこの町に行くにも別々の方法で安全管理を取らなきゃいけないような状況、非常にこう面倒くさい、面倒くさいって言ったらちょっと言葉悪いですけども、非常にこう、厄介な複雑な状況になっているという感じです。で、私が滞在中にですね、デモが毎週金曜日、まあ、東京みたいに行われてました。で、その市民のデモは、政府に対して、差別をやめろと、まあ、簡単に言うとそういうことなんですね。スンニ派市民に対する差別をやめろというデモが去年の12月から毎週金曜日行われてまして、もう毎週数万、10万とかの規模になって行われてます、現在も。で、この私の滞在中に一度ですね、バグダッドからイラク軍が戦車でファルージャに侵攻してきまして、デモ参加者に発砲しました。で、その日私は病院内にいたんですけども、いつもより銃声がすごいなと思ってました。で、その後に病院に別の用事で調査に行ったら、その奥の ER 救急のところがものすごい人だかりになっていて、もう床は血の海で、もう負傷者がいっぱいいてという光景を目の当たりにしました。最終的に死者は7名で、負傷者も65名以上という状況で、すごい大惨事になってました。で、その時に私が何を思ったかというと、ちょうど10年前同じような光景を思い出してました。私が10年前に初めてイラクに入った時に初めて行った病院がファルージャ総合病院なんですね。で、その時にもデモ参加者が撃たれて負傷してベッドにいたんです。で、それは誰に撃たれたかというと米軍に撃たれていたんですね。で、10年後の今回、イラク軍に撃たれてデモ参加者がベッドの上に血を流していたと。で、何が違ったか、米軍がイラク軍に変わっただけだという。これ非常に私、その時ビデオをたまたま持ってこうガーッと無我夢中で撮ってたんですけども、非常に何が変わったんだろう、何も変わってないんじゃないだろうか、いや、むしろ悪くなったんじゃないだろうかと、そういうような、気持ちになりました。それから実際にこうバグダッドとファルージャを移動していても、その分断が事実上進んでいるんじゃないかということを非常にその無数にある検問所を通りながら、感じました。報道に対する圧力というのが非常に強くなっていて、特にこのデモが、全国にこう拡大している中で、非常に厳しくなっています。特に、外国メディアで、実はこれまでここ今年に入ってからですけれども、1月の末にフランス人の記者が、バグダッドで写真を撮ったということで、イラク警察に逮捕されて3週間拘留され、その助手、イラク人助手と、そのフランス人を家に泊めた人も数日後に逮捕され、3週間後に3人とも無事釈放になりましたが、罰金、80万円ぐらい課せられました。で、その後、オーストラリア人の友人のジャーナリストが入りましたけども、やはり厳しいと、バグダッドほとんども撮影ができないと。で、それから先週ですけれども、アリがアメリカ人の、マクラッチーという、メディアの、アメリカ人のジャーナリストを案内している最中にイラク軍に一時拘束されました。ただ、そのアメリカ人ラッキーだったのは、アリ・マシュハダーニーは本当に有名人なんですね。それでその拘束されたんですけれども、アリがそのアルジャジーラとかアルアラビアといった大手メディアにコンタクトを取ったことで、アルジャジーラとアルアラビアがアリ・マシュハダーニーがイラク軍に拘束されたという速報を流したんですね、テレビに。それでイラク軍は、ああもう帰っていいですよっていうことで釈放になったという。で、これは本当にアメリカ人の記者の方ラッキーだったと思いますね。アリと一緒にいたことでっていうことだと思います。もしこれがそうではな、ありではなかったら、
1週間になってたか2週間になってたか、もしかしたら日本に来れなかったかもしれないという、ちょっと、その話を、成田に到着開港一番そんな話になりまして、ちょっとハラハラしたという感じです。これから、いろんな話してもらえると思います。それから最後の方にもしかしたら本当に非常にショッキングな映像も出てくるかと思いますが、その時はもし気分の悪くなりそうな方はちょっと下を見ていてください。ではお願いします。まずは皆さんにこの場で、イラクで何が起きているかということを伝えさせてくれている機会をありがたく思っています。ربما التجربة التي خضناها تجربة ليست قليلة خاصة أنه الأرشيف الذي بحوزتي يختلف عن الأرشيف الذي استحوذ عليه الأمريكان حين اعتقالي لعدة مرات.特に私が、イラクの戦争あるいはイラクのこの10年間をカバーしている中で撮った映像はもう、たくさんたくさんあるんですけれども、そのうち、私がアメリカ兵に、拘束された時にも没収されてしまった映像も、いっぱいあります。でもそれ以外でももうたくさん十分あるので、それを使いろいろと使って伝えていきたいと思います。ومنذ ثلاث أشهر وأنا أحاول أن أجمع بعض الصور خاصة النساء أعرضها في اليابان البلد المسالم الرقيق. そして私が日本に来るっていうことが何ヶ月前に決まってから、私はこの大量の写真や映像の中から、見せるべき、材料をこうどんどん選んできてきました。そしてその、平和主義の日本、平和的な日本に、この映像を見せたいなと思いつつ選んできました。وخاصة أن أكثر الصور هي دموية وبشعة، فحاولت بجهد الإمكان أن أخذ الصور التي لا تؤثر حين تنظرون إليها مجرد إيصال فكرة فقط، فاعذروني لأني اخترت صور عادية أو طبيعية. そのもちろん大半の写真っていうのはかなり生々しい写真ばかりが並んでいますので、もちろんこう心優しい日本人には向かないところもあるかもしれませんけれども、なるべく、目に優しいような映像写真を、探してきました。でもちろんその中でももうもちろん不十分なものも本当のイラクを伝えるには不十分だと思うような写真もあるというふうに思われるかもしれませんけれども、そういうふうな写真がありますので見ていってください。حاولت أن أبعد ما استطعت صور المجازر التي صورتها واخترت بعض الصور الغير مؤثرة ولكن مجرد لإيصال فكرة معينة إليكم. そして例えば写真の中でも、あまり激しくない写真っていうのも選んだんですけれども、それは、あえて私は日本人にこうイラクでこの戦争や占領の中でどういうことが起きたかっていうアイディアを伝えたいので、決してその気分を悪くさせるとかそのようなものが目的ではないので、なるべくそういうふうな写真は選んできています。حاولت أن أوصل لكم كيف أن الديمقراطية وصلت إلى العراق وما هو ثمنها وما هي نتائج هذه الديمقراطية التي قدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا が持ってきたいわゆるデモクラシー、いわゆる民主主義というのはどのようなものだったのか、そして、どのような結果を、結果が出てしまったのか。でアメリカの、背中に乗ってきたデモクラシーっていうのの姿を、皆さんに見ていただきたいというふうに思っています。
ونبدأ أولاً على الصعيد التاريخي للعراق كنبذة مختصرة بعض الشيء عما موجود فيه. 最初まずあの、まあ、歴史的な、背景をあのイラクのことでちょっと説明させていただきたいのですが、この、塔っていうのは、まあ、あの歴史を持つ、塔なんですけれども、2000年ほど前から建っているものです。هذه المنارة في تم نقلها إلى مكان آخر، وقد دفع العراق مبلغ منه 100 مليون دولار من أجل نقل هذه المنارة إلى مكان جديد، لأن هذا المكان سوف يأتيه الفيضان ويغرق في سد حديدة. これは1983年にイラクが10億ドルを使って、場所をあの変えることをしました。なぜならこの近くでダムを作ることになったので、その水で破壊されてしまう、ことは心配だったので、これを移動しました。وقد قدمت العروض لنقل هذه المنارة هي شركات يابانية وفرنسية. この塔、塔をこう移動させてくれるためのオファーを出してくれたのは日本とフランスだったのです。وقد رسل المزاد على الشركات اليابانية. で結局あのオークションっていうか、その一番塔を動かしていただくっていうふうに決まったのは日本の側だったんです。وقد تم تقطيعها إلى أجزاء هذه الشركة وتم نقلها إلى هذا المكان، مكان رائع ويطل على نهر الفرات، كان جدا جميل ومثار للزوار باستمرار. そしてこの塔をもう細かく切って、そしてユーフラテスの近くに持ってきて、そしてあの美しい場所でもありますし、あのその成功した、あの 作戦でした。هذه هي الديمقراطية التي قدمت بها إلينا أمريكا. هذه واحدة من المعطيات. 今アメリカが持ってきた民主主義の結果、先ほどの党がこのような形に、このような姿になってしまいました。هذه هي التي دفع العراق في الثمانينات مبالغ طائلة من أجل نقلها. イラク人がもう大量な金額を使って、わざわざあの維持するために、この塔を移動したにもかかわらず、結局はこのような姿になってしまいました。ローマ時代の時に一番古いユーフラテスの川に、面している一番古い町の中に建っていた塔だったんです。これはアメリカが持ってきたデモクラシー、民主主義の一つです。هذه آثار نمرود. نمرود. اسمها نمرود. Okay. これはあのイラクの遺跡、ナムルードっていう遺跡なんですけれども、あの遺跡を、まあイラクの銀行の中に、こう保存して、まあいたものなんですけれども、イラクの遺跡の一部なんですが。بعد احتلال بغداد بدأوا بفتح هذه الخزائن وما تحول. بغداد توا سن ليو سرت كارا وكونو يونا ما خزون سرت ايتا سيف تيكا كينكو ميتا نا مونو غا دوندون هيراكاريت ايكي. كان العراق قد احتفظ بها تحت الارض بثلاث طوابق حتى لا يمسها الدمار. イラクはこの地面から3階ほど下に
3ぐらいのレベルで、守るために戦争から守るためにこう隠して置いといた遺跡なんですが、その守るようなあの箱やいろんなものに中に入れていたんですけど、これは例えばイラクの、女王の写真でした。先ほどの写真は。هذه الآثار كلها استحوذ عليها الأمريكان ولم يعد لها وجود في العراق. これらの写真は今はアメリカが入ってきてからはあのアメリカが盗んだ撮っていたっていうことになって結局今イラクの中にはもうこのような遺跡は残っていません。ولا زال العراق يداعي بها إلا أن القوات الأمريكية تنكر وجودها لديهم.いまだにイラク側はこのようなイラクの財産そして遺跡をこう戻すようにというふうに要求はしていますけれどもアメリカ側はまだそれに、答えてくれませんそしてあのもうそもそもの、持っていないというふうに、否定しています。هذه واحدة من كثير من الآثار العراقية خاصة أن العراق صاحب أقدم حضارة في العالم. イラクは一番世界で古い文化を持っている国なのでこのようなリッチな、遺跡なども、たくさんあったんですけどそれをかなり失ってしまいました。アメリカ التي تريد أن تعلمنا القوانين العراق صاحب أقدم قانون في العالم سنه حمورابي。そしてアメリカは今はこうイラクにいろいろと法律やレギュレーションというものを教えつけようというふうにしていますけれども実はイラクが一番最初に人類の中で法律を作った文化です。これがまさにアメリカが持ってきてきた民主主義です。الآن حين نرى أثرنا في المتاحف الأوروبية والأمريكية نستغرب ونقول كيف خرجت. 今最近はこのような私たちの遺跡がヨーロッパの国々やアメリカの、まあ、展覧会、などで、見せられたりするんですけれども、博物館などで見せられたりするんですけれども。本当にどのようにこれがイラクから出ていってその国々にたどり着いたんだろうというふうに思います。そしてこれらの私たちのもともと私たちの財産であるものを返すためには、もう大量な価格のお金を出さないと返さないというふうにまで言い張って。إضافة إلى لوحات تشكيلية كثيرة لفنانين عراقيين عظماء. 他にもあのこういう遺跡ではなくてもイラク人は、の画家たちが作ったものもたくさん、失われています。كان الرسامون والفنانون قد رسموا الحياة البغدادية. あのイラク人のあのこうアーティストたちが、こういろいろとこうイラクの風景などを描いたものも全て失われてしまいました。今のアメリカのデモクラシーに戻りますが、これはあのアッサルサールっていうところで起こったあの虐殺の、犠牲者たちの遺体です。アメリカ、まあ、政府とかアメリカ兵は、11人を、殺したっていうふうに発言していました。وحين ذهبت هناك وجدت أنها قتلت امرأة。そしてあのその武装した11人を殺したというふうに言ってたんですけれども、行ってみてあの調べてみたら女性が1人殺されていて、あるもう1人の女性は、自分の子供4人が殺されたというふうに、証言していました。
それらあのその自分たちその自分の4人の息子たちの奥様も殺されていて、そのそれぞれの家族の子供たちもみんな殺されている。そしてあのその日、自分 の, あのお家に招かれていたお客さんも3人も含めて全て殺されていました。その合計を取ると子供で11人殺されました。女性が6人、そして残りが男性でした。他にもハディーサというところの虐殺もありました。حيث صرح الأمريكان أنهم قتلوا أحد عشر شخص بالخطأ وهم يأسفون لذلك. أمريكا軍の方は間違って誤ってイラク人を11人殺してしまった。それに対しては反省しているというようなあの発言をしました。فذهبت إلى هناك وصورت المقبرة. そのニュースを聞いた私はあのその殺された人たちの犠牲者たちの、お墓に行って、そしてその事件が起こった場所、あの犠牲者たちの、まあ、弁護士の方にも会ってきました。そこで分かったことは、実はあの犠牲になった、殺された人たちは11人ではなく24人だったということです。そして死刑の形を取った、殺され方をしていたということです。例えばこの女の子は、兄弟2人殺されて、あの両親も殺されてしまい、彼女と妹が、偶然助かったという形です。お父さんはあのこの子の、まあ、殺されたお父さんというのはあの目が不自由な方で、そして治療あの体の体調も悪く治療を受けながら、生きていた人間だったのです。そのアメリカ兵がどのようにこのお父さんを殺したかと言いますと、まあ、爆弾を足の間に入れておいて、あのそれを、まあ、爆弾というか手榴弾ですけれども、その手榴弾をあの爆破させたということです。でこの方も、のあの死を逃れたもう一人の方です。今の話はハディーサの虐殺のことでした。هذا الرجل هو مصور عراقي قديم جدا. この男性はイラクの、ジャーナリストで、かなりベテランのジャーナリストです。هذا الرجل كان بعينه يري جميع الناس ما يدور في العراق. 彼はあの世界、まあ、イラク人いろいろな方々に、イラク中でどういうことが起こっているかというのを見せるためにずっと活動してきたジャーナリストです。واعتقد أن الفريق الصحفي الياباني كان قد التقى به برئاستنا هونغ كونغ. 多分日本の方々でイラクに行ったあのジャーナリストのグループの人たち、特に直子さんが連れてきたジャーナリストたちなどはこの人に会ったことはあると思います。حيث بإطلاق أمريكي في رأسه فقد عينيه الاثنين. この方はアメリカ兵の、まあ、弾を二つ目で。2つ目に受けて、その結果目を一つ失ってしまいました。وصل الحال بالعراقيين إلى تدمير جميع المدن. イラク人が今は自分たちの家を破
壊することになっています。برغم ان في كل مكان كانت ترفع راية السلام البيضاء アメリカの方です。アメリカの、軍の方が、こうイラク人の家やいろんなものをこう破壊していくことになっています。そして今でしたら、今まではこの旗横にこう上がっている旗がありますけれども、昔は平和の旗がこう上がったりしていたところなんですけれども、こういうふうになっています。حتى حين يدفن موتاهم العراقيون كان يرفعون الراية البيضاء حتى يسمح لهم بدفن موتاهم。例えばさっきの 旗なんですけれども、要は白い旗を立てて撃たないでっていうリクエストを立たしていたんだけれども、それでも空爆されてしまう。そしてこういうふうにお葬式の時も、自分たち の家族や身内が、お葬式をする時にも、撃たれないようにこう白い旗を持ちながら、お葬式に行く、そしてお墓に埋めに行くということです。هذا كان متنزه للأطفال تحول إلى مقبرة لأن لا يوجد مكان يدفن فيه موتاهم العراقيين。イラク人が、これは戦争前は子供たちが遊ぶための公園だったんですけれども、今ではもうイラク人の死者を埋めるとこもないため、こういうとこがどんどんお墓に変わっていきました。وهناك 17 منزل في منطقة حي المعلمين في الرمادي دفن موتاهم في حدائق. الرمادي という町の中でも17軒の家庭はもう埋める、自分たちの死者家族を埋めるとこがないため、結局は自分たちの家の中に、家の中というかお庭とかそういうとこに埋えるしかないような状況になっています。حتى الأطفال بدأوا يرفعون الراية البيضاء من أجل أن يلعبوا في الشوارع الخالية. مثلاً، このように子供たちも遊ぶとき、遊びに出かけるときも白い旗をこう上げて遊びに行かないといけなくなってしまっています。こういうふうなガラガラな道の中でちょっとでも遊ぼうと思ったときにこの白い旗を持っています。المستشفيات أيضا لم تخلو من تواجد القوات الأمريكية وتكسير أبوابها والأجهزة الطبية، وهذه إحدى المظاهرات التي خرج متسوّر المستشفى من أجل تواجد القوات الأمريكية في نفس المستشفى. 例えば病院もそのようなアメリカ兵のこう暴力の被害者です。例えばこのデモっていうのは、病院などで働いている医療の関係者の人たちが、アメリカ兵が病院に入っては病院の中をこう壊したり、病院の門を壊したり、病院の医療機器を壊したりするので、こういうふうなアメリカ兵を出て行ってほしいっていうような要求をするあるデモです。これはある病院で働いている、スタッフの人たちがこういろんなスローガンを持っていきますけれども、ここで書いてある一つは、アメリカは、嘘の自由を呼びかけている。例えばアメリカが、起こしたことっていうのは、60年の、占領でも起こさないような破壊ですとか、アメリカがデモクラシーを殺しているっていうふうに書いてあります。هذه ايضا بعض المباني الحكوميه التي هدمتها امريكا。これらはアメリカが破壊してしまったイラクの、政府のインフラストラクチャーです。وهذه هي تجزئة المناطق وليس المدن، المناطق الصغيرة تجزئتها بصبات كونكريت التي دفعت لكل صبة كونكريتية مليون دينار عراقي أو ما يقارب 20,000 يورو.
そしてこの写真で見ていただけるのはイラクの中で町と町の中の間をこうコンクリートで分けるだけではなく、今はもう本当に町の中でも地域と地域の間を、こうコンクリートで分けていくようなための、壁、コンクリートのものなんですけれども、このコンクリートは一つ一体、この一体が1000ドルくらいかかるものです。1000ドルって言いますと、まあ、9万円ですね、9万円ほどのものがこうもう何個も何個も塀を作るために使われるんですけど、هذه أيضاً بعض المباني. هذا هو منزلي الذي أحرقته القوات الأمريكية. مثلاً، هذا هو منزلي الذي أحرقته القوات الأمريكية. هذه هي الجثث الكثيرة التي كانت كل يوم تجمع من الشوارع. このような写真は毎日のように道端に転がっている遺体というのを拾ってこないといけない作業がありまして、それを集めて病院などに集まってくるんです。وبالطبع لم تكن هناك كهرباء فلا توجد ثلاجات لحفظ الأعداد الكبيرة للموتى. そこで電気っていうものがないので、冷凍その遺体のための冷凍というのもないので、こういうふうな形で、まあ、集まってくるんです。فكانت تجمع وحين توجد فرصة مباشرة يحملوها ويدفنوها في الصحراء。そのため、まあ、何かの機会があればすぐ即時このような犠牲者たちの遺体を持ってなるべく砂漠の中に埋めていくっていう。كان القتل فظيع بالنسبة للمواطنين. 市民の人たちにとっては暗殺、まあ殺されたりする死刑されたりするっていうことはあります。كان في كل مكان يوجد قتل ودمار. どこに行っても殺害や破壊っていうのは今はあります。حتى البيوت الآمنة للمواطنين لم تنجو. 普通の人たちの家というのはほとんど無事住むことはないです。كان يشربون الناس من بعض المبازل القريبة يشربون الماء منها.普通に水も普通にないため、いろいろとこう昔は農業に使っていたようなお水を今は飲み水などに使っています。كان قتل في كل مكان واصبح المشهد جدا مألوف. انظروا هذه الاطفال كيف ينظرون الى هذه الاطفال الضحايا. あまりにもこう死っていうものが当たり前のようにイラクでは今存在するため、今のイラク人の子供たちっていうのは毎日のようにこう痛い死っていうのを目の当たりにして生活しているのです。هذه هي بزرة الثرثار التي رأيتكم قبل قليل. الصورة هذه الأم تجمع بقايا رأس طفلها. 先ほど言いました、サルサールという虐殺の写真の一つですけれども、殺されたあるこのお母さんが、殺された子供の残っている、遺体の一部や、まあ、いろんなところを探し出して集めているところです。هذه الأطفال يجمعون ما تبقى من كتبهم ليكملوا دراستهم بعد التدمير بيتهم。他にもこのように空爆や破壊された家の中から子どもたちは自分たちが勉強を続けるために自分たちのこう本などを探し出してきている写真でした。هذه بعدسة تاكاشي المصور الياباني.
وجهاز لكشف مدى الأشعة هذا في منزلي.例えばこの写真は私の家の中の写真です。で、この、機械っていうか、外画の機械は、前日本の方で高橋さんっていう、ジャーナリストが、森泉さん、森泉さんが訪ねてきた時に、お家の中にこう残っている腐敗の、跡をこう測っていた時に、いかにこう放射能があるっていうことが分かったっていうことです。الآن اسمحوا لي أن أنقل لكم فيلم فيديو يصور كيف يقتل الأمريكان العراقيين بدم بارد. رجاء 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 من لا يستطيع أن ينظر فليدر وجهه ويغمض عينيه حتى أقول لكم رجعنا مشهد فظيع وبشع جدا جدا وهو فيديو رجاء. 今から皆さんにお見せするビデオはとてもとてもとても生々しいものです。なので本当に、ちょっと心の弱い方々、こういうの見れないっていう方々は絶対見ないでください。もう いくら言っても本当に本当に生々しいものなので、見ないようにしてください。 見れない人は例えば目を見ないように下げていただいたり目をつぶったりしていただいて大丈夫っていうふうにこちらの方で言うまでなるべく見ないようにしていただきたいと思います。الحين تغيير هذه صورة أيضا للكلور حيث عربت القوات الأمريكية أنا اعتقلت لثماني مرات عند القوات الأمريكية. أنا هذه الاعتقالات طبعا كانت بسبب اللقطات الكثيرة التي أخذتها وكشفت المجازر التي دعت أمريكا بعدم وجودها في العراق. その理由っていうのは私がアメリカ兵が存在していないっていうような虐殺や犯罪をどん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 追求したり、調べていたからです。الاعتقالات تفاوتت بين فترات قصيرة وطويلة. その拘束されたのは長い時期を拘束された時もあれば、短い時期も期間もあります。قامت القوات الأمريكية لأربع مرات بتعذيبي. そのうち4回は私は拷問をされています。Okay, so we're going to keep going. Keep going. Just finish your story. Okay. هذه الاعتقالات كانت من أجل إني كشفت الحقائق الكبيرة التي كانت تخفيها أمريكا. اوكي الاعتقالات ارادوا في احد الاعتقالات قطع قدمي. طيب その拘束されている1回そのうちの1回は私の足を切断しようとされました。وحاولوا في اعتقال اخر تخيري بين ان اقابل اهلي الذين لم ارهم منذ 4 أشهر وبين علاجي الذي كنت اطلبه. その切断というのは治療のもとに切断という形を持っていましたけど切断されそうになったんですけどもう一回は例えば治療か自分がもう4ヶ月も会えていない家族に会わすかどっちかを選ばないといけないというふうにされたこともあります。واحد المحققين قال لي تمنيت أن أجدك تصور في أحدى الشوارع حتى أقوم بقتلك على الفور. ある私をこう拘束しているときに結構こう質問してきたこう人にはアメリカ兵には、あなたが道の中でこういろいろと撮影しているのを見つけることがあれば私は即時あなたを
殺す、撃つというふうに言ったこともあります。وفي احدى الاعتقالات بعد خمسة اشهر اتى رقمي في الحبيب وص その5ヶ月後に私が、拘束された5ヶ月後に、私がハッピーバスに乗れるっていう、まあ、情報が来ました。ハッピーバスっていうのはこれは拘束から出してもらえるっていう、その時に移動のために使うバスのことなんですけれども、ハッピーバスに乗れるっていう番号をやっともらいました。わかんない رقم في المعتقل 1775その私が拘束されていた時に、持っていた番号というのは177305だったのです。طبعا كانوا يمنعون عنا حتى الورقة والقلم كانت ممنوعة في داخل المعسكر 拘束されている中では私たちは紙やペンそのようなものは一切見ることも持つこともなかったです。وحين قيدوني ووضعوني في الباص الذي يقلني إلى مدينة الرمادي. その私が拘束から解放されるっていうふうなことになった時に、私はそのバスに手錠されて手錠をはめられてバスに乗りました。وبعد 22 من الساعات نحن متواجدون في الباص للوصول بالتوقفات أيضا.ね、そして移動いろんなとこ、まあ、自分はラマディにこう最後は送ってもらうはずだったんですけれども22時間かけていろんなとこをストップしながら、そのバスが移動したんですか。そしてその、まあ、最後にラマディについて徐々にそこで降りるべき人たちが降りようとした時に降りていった時に نزلت أنا مع باقي المعتقلين إلى الشارع. そしてその道にこうやっと足がついたところで。قام أحد الأمريكان وقال لست أنت المقصود أرجع إلى الباص. そしたらそこでアメリカ兵の一人があなたは間違いだとバスに乗り返せっていうふうに言われてまた再びバスに乗ることになりました。وعادني 22 ساعة أخرى.إلى مكان الاعتقال نفسه. そしてまたさらに22時間かけて今まで拘束されていたところに、連れて行かれました。واستمريت شهر كامل بعدها بدأت الإجراءات فعلا بالإفراج. そしてその後1ヶ月間かかってようやく私の解放が、決まるまでのこういろいろな手続きが1ヶ月間ありました。هذه إحدى الحروب النفسية التي كانوا يستخدموها معنا. このような精神的な戦争、精神的な拷問というのをアメリカは使ってきました。كان كل شيء يجري بصعوبة تامة. すべていろんなことがこうかなりこう大変な難しいようなものをような経験でした。كانت مقطوعة من الأخبار لا نعلم أي شيء ما موجود.本当に私たちにはもういろんな情報も届くこともなかったです。في احدى المرات نحن كنا ننتظر من يخرج ليقابل اهله حتى ياتينا بالاخبار ماذا يدور الان في العراق لاننا لا نعلم ماذا يدور الان في العراق.私たちは例えばあまりにもイラクで何が起こっているかが分からなかったため、それぞれ家族がこう会いに来るのを楽しみにして、もちろん会うのも楽しみなんですけれども、家族から今のイラクはどうなっているかっていうののニュースを聞くのもとても大事でした。فخرج من بيننا أحدهم كان يقابل ذويه والدته والده。そしてそのある日、私たちの仲間の一人が自分の両親をこう面会に、来てくれた両親に会うことだったんですけど、خاصة أن المنطقة بعيدة جدا بين بغداد والبصرة. 特にバグダッドとバスラの間の距離っていうのはとても遠いので、فجلسنا ننتظر بفارغ الصبر والساعات تمر.
そしたらその、 家族たちがこういろいろといった手続きをしながら、やっと会えるので、その私たち待ってる側の人たちはずっと待ち時間が長いんですね。その会いに行った、仲間が、出て行って、そしてその人が自分の両親たちとの手続きをするのを待ってていくっていう、そしてやっと会って、結局は両親からこう自分たちにニュースが来るっていう、そのプロセスを待つのがすごい長かったんですけれども、وحين قدم إلينا بعد المقابلة الذوية كنا متلفون لنسمع أخبار العراق ومهجور من قتل ودمار هناك، فتفاجأنا بهذا الشخص وهو ينظر إلينا ويقول لم أفهم من أهلي شيء، كانت أمي الكبيرة تبكي كثيرا لأن الأمريكان قتلوا بقرتها ولم يبقى لدينا معيل.帰ってきた、やっと帰ってきたんですけれども、なんかよくわからなかったっていうふうに戻ってきて言ってるんですね。で、何がよくわからなかったっていうふうに聞くと、ずっと面会最中自分のお母さんが泣いて何にも聞くことができなかったと。で、なんで泣いていたかって言いますと、自分たちの家族が持っていた唯一の牛がアメリカ兵に殺されたため、その牛がもう自分たちにはそういう牛っていうのはもちろんいろいろと牛乳を売ったりとかするので、そのような、一番の財産であった牛が殺されたっていうことで、お母さんがずっとショックだったので話にもならないほどずっと泣いていた。そのような面白いエピソードもあるんですけれども、面白いか笑えてしまうようなエピソード。هذه إحدى قناني الكلور التي قامت القوات الأمريكية بفتح النار عليها، والحمد لله أنه لم يصب التسمم المدينة بالكامل، وإنما كان تسمم بطيء جدا، فاستطاع الرجال إيقاف انتشار السم أو الكلور. これらのタンクっていうのは塩素ガスが入っているタンクなんですけれども、毒性なんですが、これをアメリカが、火をつけようと火をこれに襲撃をしたらしいですね。そしてこのガスが漏れ始めて、かなりこの村の中では町の中では騒ぎになって、これで、町中がもう毒で毒がこう塩素の毒が広がってしまうっていうので、こうかなり焦っているんですけども、結局は遠慮それを止めることができたです。で、最後にこの、先ほどちょっと見せようと思った時にちょっとうまくいかなかったので、改めて先ほどの生々しい映像を、皆さんに見せるので、もし心がちょっと弱い人たちは、ちょっと見ないようにしていただきたいです。 OK、 サンデラ大丈夫ですか。本当に生々しいことっていうのがイラクにいくつもあります。لا أعرف من ربما هي هم نفسهم الأشخاص الذين قاموا بقتلها هم الذين صوروها أو مع نصح القوات الأمريكية. この撮影したのは誰なのかはちょっと不明ですけれども、多分この先ほど映像にも出てきた黒人のアメリカ兵の人など、その彼の仲間などが多分撮った映像でしょうか。لا أتركي. Yeah, you have to explain to them. كانت حين تعقد مؤتمرات يتبجح الأمريكان أنهم يرسلون الديمقراطية في العراق، فيقومون بعمل مؤتمرات مع محافظي المحافظات. أنا حقيقة
كنت استهزئ حين يبداون الكلام ونحن الديمقراطيه ونحن الديمقراطيه وانا ارى ماذا يفعلون بالمواطنين فكنت بس そしてこのようこれは実はアメリカ兵は自分たちがいかにイラクにこう民主主義を持ってきたかっていうふうに、まあ、こういろいろと威張っているようなんですけれども、時々そのいかに民主主義をこうイラク人に持ってきたかっていう中の一つでイラク人と、アメリカ兵の中でこういろいろとサミットみたいなものを行われます。でその例えばその一部が市長とかなどを含むようなこうコンフェランスとか、サミットみたいなのを行うんですけれども فكنت دوما استغل فترة ذهابهم إلى الغداء الجميع يذهبون إلى وليمة يقيمها المحافظ لهم فاستغل هذه وأدخل بحجة إني أريد أن أطفئ كاميرتي أو أخذ بعض الأشياء فأقوم بالاستحواذ أو سرقة بمعنى أصح من القوات الأمريكية ما أجده أمامي وهذا من أحد الحواسيب التي كان يعمل مباشرة وضعت الفلاش وسحبت مجموعة أفلام فظهر هذا بينها でそのようなサミットの一つの時に、例えば、ランチの、招待その例えば市長さんがこうアメリカ兵アメリカ軍の側をこうランチにこう招待するんですけどその途中その最中に私は例えばカメラを消すの忘れたいろいろなんか忘れ物をしたなどそのようなふりをして会場に再び入ってそしてそのアメリカ兵が残していたパソコンなどをいじって時にはこういろいろとビデオが出てくるんですけど、そのうちの一つのビデオはこれだったんです。كان يتكلمون في ذاك المؤتمر عن إقامة مركز للتجارة الحرة في الأنبار. で例えばもう一つその時に私が手に入れた情報がアンバール市で、まあフリートレードフリートレードゾーンみたいなものを、その軍事基地の中に作るような政策を考えてたらしいです。それはそのアンバール市長と一緒に話し合いをしていたようです。فثارني أنهم أخرجونا لبعض الوقت ثم أعادونا لنكمل التصوير そしてその時の会議に会議でちょっと私は疑問に思ったのは途中会議の最中にジャーナリストの人たちをみんな一回外に出したんですね。でなんかちょっとプライベートに話しているような時間があったんです。それでちょっと自分は怪しく思いました。فوجدت في أيضا في أوراقهم أنهم يبحثون كيف يزيدون المعتقلات في الأنبار وهذه هي أيضا أوراقهم الحقيقية من أراد أن ينظرها هي الأوراق الحقيقية وليست كوبي. その時に私もまた再び同じような先ほどと同じような手順で、ランチタイムの時に入っていって、まあ、彼も自分で使っていますけれどもまたその取ったその中の情報を取りに行ったんですけれどもその時にこの仕入れた情報がこれは本物です。コピーじゃないです。アンバール市で、どんどんこの獄中みたいなものを増やすために政策その増やすための政策をアメリカと具体的なもう、まあ、いろいろとプランニングとか中で使うものとかそういうそのようなものをこう、お互い話し合ってたようです。そのペーパーが今持っているものです。アメリカ兵のアメリカ兵のそのシンブルもまだちゃんとこの紙のトップの方に載っています。هذه هي الصورة الآن التي أمامكم هي وضعت على مداخل مدينة الرمادي يعتقل فورا علي عمر المشهد この皆さんが最後に見ているいただいている写真っていうのはアンバールっていうその地域の、自分がこのアリさんが活動している地域の、全てのこう、国境とか境沿いっていうかその出入りできるその町に出入りできるような場所にこの写真が、貼られています。これに書いてあるもの書いてあるのはこのアリ・オマル・マシャダニに書いてですけれどもは直、即、逮捕するべきだというような、ノーティスというか要は紙です。كانت مساحتها مترين في متر ونص
شكرا. これは2メートルに1メートル半のこう大きいポスターでした。で、ちょっと時間が終わってしまったようなの で、ありがとうございます。ありがとうございました。あまりにたくさんのちょっと私たちにとっては刺激的な映像があったんですけども、ではここで質疑応答に参ります。会場の方、どなたか質問ございませんでしょうか。先ほどの映像と関連したことです。私が生まれる前の日本の国も中国に行きまして、あの南京事件ということを引き起こしましたが、南京事件の 前後でですね、あの中国の人をですね、日本の兵隊がやはりあのようにですね、処刑をするシーンをですね、当時はビデオありませんから写真で撮っていたと思われる。でそれを出征の土産に持って帰ると、で、という話をがどうも本当のようなんです。同じことを感じました。他には何かございませんか。あのベトナム戦争の時はですね、アメリカ兵はベトナム人の耳を取ったと聞いてます。でそれがあの自分の戦果の誇りであったというような、やはり兵士というのはこういう状況になると、まあ、狂ってしまうのかなと思いますけども、何か、はい、ちょっとأكثر من أن تعود في دورها وعلاقتها طيبة مع العراق. أتشوى نيهون ني تانوميتاي كتوا ما فتتابي أمريكا نيهون تو أميراك ما إيدا نو هيوا نو إي كانكي و موشيناوس كتوا كا يويتس دا كتوا دا تومينيس. وأتيت ليكشف لهم الادعاء الأمريكي الكاذب وكيف أنه ورط اليابان في حرب لا دخل لهم فيها. そしてもあの日本の方々にいかにこのアメリカはあの嘘に基づいた戦争でいかにどういうところに日本をこう持ち込んでいったのかっていうのを伝えたかったのです。ومن أجل رفاهية الشعبين أطلب من اليابان أن تستثمر في العراق.بدل أن تستثمر أمريكا في العراق فهي أحق أن تستثمر في العراق. そしてあのこのような戦争の参加ではなく、より日本がこうイラクで投資をしていってほしいです。なぜなら今アメリカが投資であの儲かっています。アメリカではなくてどうせなら日本に投資していただいてほしいです。وخاصة في مجالات التربية والتعليم وبناء البنى التحتية لعودة الإنسان العراقي إلى سابق عهده. 特にあの教育や必要なインフラなどで、あのイラク人がどんどんこの生活の中で発展や生活の中で必要としていくものに日本人の手助けが必要になってきます。العراق بلد ثري جدا ولديه كل الإمكانيات.فحرام أن تضيع دون أن تشارك اليابان في بناء العراق وتطوي صفحة الهجوم على أمريكا على العراق. شكرا. そしてあのイラクはとてもリッチな裕福な国なので、日本はこのもう一度再び友人関係を持つためには、このようにもっともっとイラクにこう。そういうインベストメント、あの投資をしていって、もっともっと深い関係を持っていってほしいです。よろしいですか？
他には何かございますか。はい、あ、じゃあよろしいですか。アリーさん自身の経験についてもう少しお聞きしたいんですが、8回捕まった、いつ何年から何年までの間がということと、それが一つですね。それでアメリカっていうのは一応建前としては民主主義、法に基づく支配ということを言ってるわけですね。で、その逮捕する理由っていうものは法律的に何か説明があったんでしょうか。それからそれに関連して言えばですね、弁護士との接見というものは一応は認めたんでしょうか。でそういうことを一切なしにとにかく勝手に引っ張っていって、そして、都合がついたら話すというようなことをやったのか、一応建前を使ったのか、そのあたりどうなっているのかということですね、したいと思います。بالنسبة للمحامين لم يسمح لي في مقابلتهم برغم أن رويتر وضعت لي ثلاث محامين أحدهم في أمريكا والثاني في بريطانيا والثالث كان في العراق لم يسمح لي بمقابلتهم نهائيا ولا ما أعرف حتى أسمائهم لحين خروجي. أنا スタッフだったので、ロイターズがアメリカとイギリスとイラクの中で3人 の, 弁護士さんを、つけてくれたんですけれども、3人とも会うことはできませんでした。وكان دوما سبب اعتقالي هو ان يشكل تهديد على السلم العالمي. そしていつも 私が逮捕されるときは理由っていうのが、私が世界平和に危険だっていう理由で逮捕されていました。وهذه بالمناسبة موجودة في مذكراتي التي أحملها. で彼らが持っているファイルなどを私も今ちょうど手に持ってますけれども、その中にもはっきりそういうふうな表現で書いてあります。世界平和に危険っていう表現が書いてあります。فترة الاعتقال استمرت من عام 2004 وكان آخر اعتقال هو في عام 2008. هاي بالنسبة للحكومة الأمريكية وليس الحكومة العربية. アメリカ兵に逮捕された時は、2004年から2008年の間でした。その後ほどイラク兵に、イラク政府にも2回拘束されてますけれども、それアメリカの拘束は2004年から2008年の間でした。文章今ちょっと見つけた一つの文章の中に書いてあるのは、この、なぜ私が、逮捕されたのかっていうような要求をこう出すらしいんですけど、その時に来る紙の一つですが、一つは、治安に危険な人間だ。で、そしてもう一つは、イラクの治安と、安定感にも危険な人物、そしてイラクに存在する国際団体にも、イラク国民にも危険な人物。
全部これを書いてあってあります、アラビア語で。 私の方からもう少し補足しますと、2005年にですね、アンテロ法っていうのを作ったんですよ。米軍が中心になってポール・ブレマーが出た後ですね、中心になって作りまして、このハンテロ法っていうのは実はアメリカの愛国法と一緒なんです。で、テロリストとみなされる者は全て逮捕され死刑にしても構わないという、そういう厳しい法律ですね。で、それを根拠に有馬首相ハダニさんは何回も拘束を受けたと思いますし、で、そのまた他の方ですね、他の多くのジャーナリスト、それから普通の一般市民、今のマイキ政権に、抵抗するものような者たちとみなされた者たちですね。で、その人たちを全てテロリストとして扱っていくという、それは OK だという法律が今もまだあります。その影響だと思います。さらに補足しますと、その反テロ法を撤廃しろということでデモが行われています。で、この反テロ法でターゲットになっているのは、主にスンニ派の市民なんですけれども、2005年にこの反テロ法が施行されてから、数千数万単位で、イラク当局によって検問所などで、主にスンニ派の市民がターゲットとなって、拘束され拷問させられてきたというのが2005年から6年7年という地獄の時期があるわけですね。で、今毎週金曜日に行われているデモの大きな、理由というのがこの反テロ法です。すみません、先ほどの残殺のようなことはどのくらいの頻度で、今までモデルどのくらいの数を使って愚問かもしれないけど、さっきのような残殺、米軍による残殺というそれは反テロ法によって起きた、施行されたということ。違います、反テロ法は全く別ですね。関係ない、全く別です。反テロ法というのはイラク当局、そう、イラク人を対象にした、つまり米軍がやったからで米軍を逮捕できないんですよ。反テロ法っていうのはそれを使っているのはイラク当局になるんですね。それで基本的にその宗派対立っていうのが書かれるようになったのが2006年の、2月だったかのアスカリ聖廟爆破事件っていうのがよく引き合い出されるんですけれども、実はそのもう1年前ぐらいから2005年の5月に、新政府が樹立した時から直後からその反テロ法ができて、でアスカリ聖廟の前にもすでにもう数千人がそういう状況で殺害されているというのがあったんですね。で、私が自分の報道の見方として気をつけているのがイラク報道ですけども、大体事故、事件、自動車爆弾とかそういうのが起きた時にそのコメントを求める先というのがイラク当局なんですね。でイラク当局が言うと、これはおそらくスンニ派の過激派アルカーイダなどの仕業による宗派対立を煽った事件という結びの一文がつくことが多いです。ただアルカーイダ以外の一般のスンニ派市民の人たちは口を揃えて言うのは、イラク当局が宗派対立をこの反テロ法を使って我々を差別し、我々をターゲットにし、マリキ政権に反対する者を駆逐する道具にしているというふうにスンニ派の一般市民は訴えているんですね。で、それがデモとなっています。で、実際にマリキ政権の周辺の中からも、もちろんほんの少しですけれども、この反テロ法を乱用しているグループがいるということを実際認めている声も確かにありますし、その、シーア派の影響を受けやすい方であるということを、発言しているというのも実際あります。ただこの反テロ法を撤廃してしまうと治安全体が崩れてしまうということで猛烈な反発をしているんですね。で、スンニ派からそれ撤廃しようと、で政権側はダメだというふうに言っていると、そういう感じです。デモに銃撃があったっていうのは同じような、細かい話で申し訳ないんですけども、アンバールの警察というのは自警団的要素が非常に強くなっていますので、中央の、バグダッドのイラク警察とはもう真逆と言ってもいいぐらいにスタンスが違います。
どちらかというとアンバールの中のイラク警察というのは地元の、部族の要するに推薦とかノミネートとかそれから、そうした人たちからの、まあ、なんていうんですかね、面接みたいな状況でリクルートされた警察官たちで市民を、政府軍から守るというようなそういったスタンスを取っているんですね。なので私もそこからバグダッドに行くと非常にこうその落差といいますかたった60キロしか離れてないんですけれどもその違いというのが非常にこう複雑でありしかもそれが目に見えてわかるし肌で感じる私でさえそれを感じてしまうというそういう感じでした。もう一つ質問があったんですよ。先ほど質問ございましたね。すみません藤井さんと申します。まあ、政府が立ち上がったにもかかわらず、まあ、そういった状態ということなんですけども官民問わず何か方向性みたいなものが見えてきたりっていう面はあるんでしょうか。またもう一つ質問としては、まあ、イラク本来の民主主義というか皆さんが理想にするような民主主義っていうものもあるかと思うんですけどもそういったものはどういったものなのかっていうものを教えていただければと思います。نحن بالفعل نحتاج إلى ديمقراطية ولكن ليس ديمقراطية أمريكية. الديمقراطية الأمريكية التي أتت بها هي أسوأ نظام عالمي شهده العراق. 私たちは確かに民主主義が必要です。ただアメリカが持ってきた民主主義っていうのは多分世界で一番、ダメ、一番悪い、イラクにとって悪い民主主義だったというふうに思っています。الحمد لله أنه لدينا عادات وتقاليد ومبادئ لا زلنا نسير عليها أو الكثير من العراقيين لا زالوا يسيرون عليها وهذا هو ما يجعلنا لا زلنا متوازنين لبعض الشيء في الحفاظ على أنفسنا. إيراك はとても歴史の長い伝統や習慣を持っていることによってこのような大変な時期っていうのを乗り越えることできましたけれど。وربما أثر الدليل أن ديننا دين سلام وأمان فلهذا السبب نحن نشعر بالطمأنينة بعض الشيء حين نلجأ إلى الله. أتوما إحدى私たちの宗教が平和の宗教だというのが私たちの多分助かった一つだと思います。最後には私たちは神に向かって、まあ何ですか。祈ったり神に向かって助けを求めていることによって今のような大変な状況というのを乗り越えていっています。もう何が必要かは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 何が必要か。そしてもう一つの質問のことなんですけれども、私たちイラク人が本当に民間関係なく何が必要なのかということでは私たちは多分一番大事にしていきたいのは次の世代の教育やモラルだというふうに思っています。今日のイラクは非常に富裕で富裕の人々が最も富裕の人々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 イラクの資源から見るととても裕福でリッチな国なんですけれども国民はもうほとんど世界でも一番貧しいって考えてもおかしくないような生活をしている市民の状況というのがあります。صعوبة الوضع المعاشي في العراق الآن تجد أن الآباء والأمهات يعملون ليل نهار ونسوا تربية أطفالهم。この生活の難しさによって残念ながらお父さんやお母さんたちは朝も昼も夜も働かないといけない状況に置かれています。そういう中でどんどん子どもたちをきちんと育てるチャンスっていうのも失っていっています。そのため私たちはきちんとした教育っていうのがこれからは大切になってきます。ありがとうございました。
こちらの、いろんな重たい話が投げかけられまして、それも聞くのに精一杯だったことだと思うんですけれど、これを受けてまた、この後のですね、まとめの会、45分からですが、最初に全体会をやりました2階、3階投資のフロアでやらせていただきます。そこで、じゃあこの、厳しい話なんですが、これを受けて、じゃあ私たち、日本の私たちが、今後どう考えればいいのかということをもう一回振り返ってみたいと思います。この分科会たくさんの方をお集まりいただきましてありがとうございました。今から10分後になります。出口で全体会でも見かけているんですが、またこの会を催すことになりました。資金のために乾杯をお願いいたします。またこの長い時間でしたけれども、この間ですね、ずっとアラビア語通訳を重信明さんが務めていただきました。どうもありがとうございました。